本日はこちら荒川を渡り、テクテク素敵な風景を進んでいくと、こちらにありますのがじゃん、もみじ屋さんです。メニューがこちら、中に入って先にメニューを決めてお会計となります。お支払いは現金のみとなっております。店内はこんな感じにテーブル席がいくつかございます。山小屋のような雰囲気でございます。もみじ、整理券の配布の案内やスタッフ募集中です。柑橘果肉入り、はい、柑橘大好きな私はこちらにしました。いただきます。見てください、この綺麗なオレンジ色、ふわふわで溶ける、もうしみしみですね、氷に。この食べやすい大きさにカットしてくださってるのも嬉しいですね。もう柑橘をそのまま食べているようなかき氷でした。もう柑橘ぎゅぎゅぎゅと絞られたままをそのままいただいてる感じですね。もみじ屋さんは北千住から、私は30分ほど荒川を渡ってまいりましたが、梅島が最寄りかな、そこから10分ほどの場所にございます。定休日は火曜日です。ただ臨時でお休み等はあるので SNS 等をチェックしてください。でもうすでに整理券スタートしているので、ルールの確認やそういったものも事前にチェックしてみてください。10月中旬くらいまでは整理券が発行されるそうです。騒い、テンション上げ上げですね。とっても美味しかった。フルーツ最高ですね。この柑橘以外のフルーツも絶対食べてみたいなと思いました。冬はあったかいおそば、おうどんもあるそうなんですが、この日は雨でちょっと寒かったんですが、もう冷たいおうどん、おそばに変わっていたので今回はやめておきました。また冬にも来て温かいおそばやおうどんもいただきたいなと思います。グビグビっと、ごちそうさまでした。完熟宮崎マンゴー杏仁、メイクの桜井さんと言ったんですけど、桜井さんマンゴーも大好きで杏仁も好きということでこちらにしていました。寒かったんでね、ヒーターもつけてくださって、店内はとても暖かかったです。温かいお茶セルフになっております。続いてこちら、ミルクティークリームほうじ茶バージョン、ドドドンと。いただきます。ふわふわですね。ふわふわいってますね、また。美味しいですね。クリームも氷もふわふわで一瞬で溶けます。先ほどはフルーツ、もうザ・フルーツなかき氷だったんですが、もみじ屋さんはクリーミー、こういうクリーム系チョコとかも人気なので、頼む時にどうしようかなと思って迷ってたんですが、この時はほうじ茶バージョンが出ていたので、ほうじ茶の香りもすごいするし、このクリームがねふわふわで、もうほうじ茶ミルクティーとっても美味しかったです。もみじ屋さんは営業時間11時半から、ラストオーダーが16時で、土日は11時半からラストオーダー17時でした。木曜日再開しまして、17時半から20時の営業もやっております。ただ夏、多分この動画がね夏に上がるのかななんですが、季節によって営業時間など定休日も変動がありますので、その都度 SNS でチェックしていただけると嬉しいです。ホームページもあるのでね、そちらもチェックしてください。もみじ屋さん、フルーツも美味しいし、このクリーム系もとっても美味しいし、両方美味しいので他のお味もとっても気になりますね。この山小屋みたいなお店の店内の作りもなんかとっても温かみがあって、居心地がとっても良かったです。グビッと。ごちそうさまでした。フルーツクリームあんみつ、こちらは桜井さんが頼んでおりました。名物あんみつと書いていたので、あんみつが気になったということで注文してみました。美味しそうに召し上がってました。本日はもみじ屋さんにお邪魔しました。雨がちょっとね降っておりますが、とっても美味しかったです。帰り道ににゃんこの後をつけて暴れた。かわいい。雨だから風邪ひかないでね。こうやってねお散歩してね、来たことない地を歩くのもとっても楽しいです。では。まったねー。雨宿り。ご視聴ありがとうございました。コメントや高評価、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。笑顔あふれる素敵な一日を。